皆さんこんにちは。ソロモンで悪夢を見たジャパンサイファイのパイルです。今日解説考察するのはアナベルガトーとガトー専用リックドムです。実はこの機体、一年戦争時ニュータイプに覚醒したアムロを限界まで圧倒している超強豪機体。一体なぜガトーがそんなことができたのか、オールドタイプがアムロをどのように追い詰めたのかを徹底解説していきます。アナベルガトーが一年戦争中に戦ったテクニックを見ていくと、オールドタイプ戦闘の正解が見えてきました。ニュータイプとオールドタイプ、どのように戦い方が違うのか徹底的に分析していきます。最強のパイロットアームロを追い込んだガトーとリックドム RS 型を細かく解説していきましょう。リックドム RS 型はソロモン撤退戦でガトーを支えた機体。 MS-09RS リックドムは通常の MS-09R リックドムをビーム兵器仕様のテストヘッド機体としてアーバーワーク交渉で改良された機体です。外見上の変更はないものの、ビーム兵器使用にあたってジェネレーターを改良して視力の底上げをしています。それによってスラスター推力の向上、さらにビーム兵器のドライブも可能になっており、ビームバズーカと胸部拡散ビーム砲の両方が使えるようになっています。ビームバズーカは戦艦を一撃で破壊できるほどの火力があり、無彩の手法に準ずる火力とも言われています。実は通常のリックドムでもビームバズーカは発射可能であるものの、安定性は低く、ガンダム4号機的な爆散事故が多発していたとか。またビームバズーカの優秀な火力の代わりに、その連射性、エネルギー効率はかなり劣悪で扱いが難しい武装ですね。そういった武装特性と生産数が影響して、主なパイロットはエースパイロットや MS の試験を目的とした部隊にしか配備されず、レアな機体となってしまいました。アナベルガトーはファーストガンダムと0083で活躍したジオンのパイロットで、ジオン公国に誰よりも忠義を捧げた、いかにも武人といった性格。さらに特筆すべきはモビルスーツの操縦技術です。オールドタイプながらも、その戦闘スタイルは一般兵からすればニュータイプなのかと間違えそうなほどにテクニカルなものでした。しかし一週間戦争ルーム戦役からの連邦軍との戦闘に関わっているはずのに、ソロモン撤退戦までは目立った戦果はなく、ルーム戦役ではシャア、クロイ3連星などがめちゃくちゃ戦果を上げているのに不思議ですよね。なぜガトーはソロモン撤退戦まで知名度が低かったのでしょうか。ソロモンの悪夢たるゆえんも気になります。ガトーはシャアやクロイ3連星と比べ個人の戦績には重きを置いておらず、ただジオン航空のためにという考えのもとパイロットをしていたと考えられます。だからこそどれも大事な戦闘ではあるものの、本当に大事な局面という時にのみガトーの進化を発揮していたんですね。ただルーム戦役では黒い三連星がリブルを捉えたので戦闘は終了したので、彼らもジオン公国のためにはなってますよね。しかし彼らの場合はジオンのためにではなく、シャアへの対抗心むき出しでしたよね。あれがガトーならジオンに盾つくフラチ者どもめ、ジオン独立の糧となれいと言いながら、レビルもろとも、あ、これではいけない。そしてまさに大事な局面のシチュエーションがソロモン撤退戦でした。ソロモンからアボワークーへ撤退するドロス級空母2番艦ドロワを含めた艦隊のしんがりを務め、事務部隊を全滅あるいは壊滅状態にまで追い込み、連邦軍追撃艦隊になんと甚大な被害を及ぼしました。いやガトーやばすぎる。この時にソロモン悪夢という異名がついたんですね。その名付け親はこう言ってました。こいつは悪夢だ、悪い夢だと。誰だか分かりました？実はサウスバニングなんですね。なんと UC エンゲージで0083の登場人物が出てガトーと絡むなんて、よもやここから始まっていたとは0083好きにはグッときます。敗走している敵を追いかけたら自分が壊滅状態に起きたらタイムスリップしてたぐらいの衝撃です。次はガトーの戦闘テクニックです。まずはじめに遠距離からの正確な射撃の後に接近し撃墜する、これはジョニー・ライデンも使っているテクニックで、電撃的な戦闘で敵の隙をうまくついたオールドタイプの上等手段です。ただ遠距離といってもニュータイプが視認できない距離を感覚で撃ち抜くような距離ではなく、目標が視認できるぐらいの距離です。しかし航行中のサラミスの艦首を寸分の狂いなく撃ち抜くのは至難の業、一般兵ではかすらせることすら不可能でしょう。サラミスを撃墜させたことで周囲が混乱状況に陥った隙をつき、召喚の乗っているマゼランに一気に接近して近距離から艦を撃ち抜いて一撃で落としています。最初からマゼラン落とせばいいじゃんと思いますが、基本的にマゼランは召喚の乗っている艦なので、周囲のサラミスが防衛陣形を取っていて狙撃が困難であると考えられ、比較的狙撃の容易なサラミス。ちょっと待ってください。さらにここでも細かなテクニックがあり、マゼランに近く狙撃の容易なサラミスをあえて狙って撃ってるんですね。それをすることでいきなり味方の船が爆発して落とされる、そんな恐怖を与え混乱状況を作り、周囲や状況の把握を遅らせることで時期の場所や次の目標を悟らせない超絶繊細なテクニックを披露しました。実際にマゼランに乗っていた連邦軍の将官と他のパイロットたちはあてふためき、状況周囲把握
をする前に落ちていくサラミスに圧倒され気を取られてしまっていますね。またパイロットたちが冷静でも召喚が冷静でなくてはまともな対応が遅れてしまうので、ガトーの勝ち試合といっても過言ではありません。また艦隊の中には勘の鋭いやつがいるはず。それすら見越しマゼランに接近することで射撃を躊躇させていたと推測できますね。マゼランを撃墜後即座にサラミスから迎撃されているので、その効果はめちゃくちゃありましたね。捕捉されてからが本番、ここからがヤバすぎる。ガトーの戦闘テクニックが炸裂します。まずはじめに回避方法です。サラミスからの連装記事をただ回避するわけではなく、なんとモビルスーツでバレルロールのような回避をしたり、複雑な回転をして回避をしています。さらにそんな無茶くちゃな回避方法を取っているのに、進行方向の軸は安定しているので、今自分が向いている方向はどっちなんだい的なミスが起きていないんですね。機体についているスラスターや姿勢制御バーニアなどの推進系をうまく手足のように使えている証です。なぜ複雑な回避方法をしているのかというと、戦艦は遠距離戦でその火力を発揮できるので、ガトーはサラミスやマゼランの火力を活かせないように接近する必要がありました。しかし接近することで迎撃システムである連装機銃の射程に入ることになります。そこでガトーは捕捉をされないように複雑にランダムな回避方法を取ることで被弾を避けていました。メガ粒子の周りをなぞって回避していたのはミサイルによる熱探知捕捉を防ぐためだと考えられますね。実はメガ粒子を避ける前にあえて複雑な回避方法ではなく直線的で狙いやすい行動をとっていたのを分かりましたか？これはジョニー・ライデンも使っているテクニックで、あえて狙いやすい行動をとることで本来なら回避困難なメガ粒子砲の発射を逆予測し回避することができるようになるんですね。一見するともはやニュータイプと変わりないよ的な戦闘テクニックですよね。がしかしこうしてどういったテクニックなのかが説明できるのがオールドタイプなんですね。実はそのテクニック全てがむちゃくちゃ現実的なおかつ理論的で、機体操作の熟練や戦闘経験を積めば誰でもできるんです。ニュータイプの場合は無駄のない回避といえば語弊がありますが、狙いを乱したり攻撃を誘い受けするようなテクニックではなく、放たれる殺意に対して直前に反応して回避をしたり、なんか来る的な感覚感受反応で回避しちゃってます。わかりやすいのがガンダム戦記のエリック VS アムロのシーンですね。銃口を満たすまたは向けられてから避けるのがオールドタイプとするなら、銃口を向けられて発射したタイミングで避けれるのがニュータイプです。スラスター燃費もニュータイプの方が良さそうです。なので例としてガンダムが後半でアムロの反応速度についていけなくなり、マグネットコーティングをすることでギリギリついていけそうなマシンスペックに仕上げましたね。このことからサイコフレームがどれだけニュータイプとの親和性抜群なパーツなのかがわかります。静止ではないものの、ガトーとアムロは一度戦闘しており、そこでの戦闘はソロモン撤退ギリギリというのもあって射撃戦をしているシーンしか確認できていませんが、お互いに接近を許さない熾烈な戦いであったと推察できます。アムロとガトーの交戦は引き分けています。その際にアムロのセリフは、そろそろこちらのエネルギーも限界だぞと発言しています。一方のガトーも、お互い限界が近いようだなと発言。つまりアムロとガトーはお互いが限界に近づくレベルで互角に反り合っていたというわけなんですね。この戦闘がいつ行われたのかは明確になっていませんが、ガトーもアムロも多数のムルスーツと連戦した後そこで戦闘しています。ガトーがアムロを限界まで押し込んだということは、もしジオン側にこの時もう一人エースがいればアムロを仕留めきれていたということです。ソロモン戦のアムロはニュータイプとしてほぼ完全に覚醒しきっていた状態なので、それでもオールドタイプ代表としてここまで食いつけるガトー、ものすごい実力。その後あれ以上戦っていたらどうなっていたかとも言っているので、ガトーの底知れぬテクニックが伺えますね。ガトーの撃墜数は情報媒体によっては数が異なり、80機だったり200機撃墜の記録で、正式には100機と射を軽く超えてしまう戦績です。ちなみにアムロは142機とかなりヤバすぎる戦績。もしガトーの200機撃墜が正式であれば、ガトーアムロ超えしちゃってます。ガトー一人でモヘア連邦軍を壊滅できそうなレベルの撃墜数です。そもそもジオンにはシャ、ガトーを超える撃墜数を誇ったパイロットもいるので、最強パイロットって結局誰やねんと思いますよね。実はシャやアムロは他のパイロットとは違った戦闘スタイルをしていたので、他のパイロットよりも撃墜数が少ないと考えられるんです。シャに関しては最初こそザビキ打倒のために戦艦を上げ出世しなくてはならず、ルーム戦役でヤバすぎる戦績を叩き出しました。しかしシャは後にアムロと出会い、アムロに固執して撃墜数を稼ぎ戦績を上げるスタイルから今注目の的である白い悪魔打倒にシフトチェンジしていますね。しかもシャー自身もアムロをライバル視しており戦闘を楽しんでいましたね。そしてアムロは雑魚狩りをするよりも敵陣に突っ込んで対象首を持って帰るような最強すぎる戦闘スタイルをしていたので、自然と撃墜数が少なくと言いたい。しかしアムロは期待を裏切りません。
その戦闘スタイルの特性上、敵の本拠地に突っ込むのでかなりの抵抗があると考えられます。なので必然的に撃墜数が上がってしまうんですね。一人で対象首持って帰るし、なんならお掃除までするおまけ付き。数で勝っている連邦でその戦闘スタイル、オーバーキルすぎる。そんな状況で数の少ないジオンはシャアのような戦闘スタイルはあまり仲間から好まれないでしょうね。ただアムロさえ倒してしまえばなんとかなりそうな気がしなくもないほどにアムロの影響がありすぎますよね。どこまでも株が上がってしまうアムロ、なんというパイロットだ。だからこそガトーは序盤でも言った通り、大事な局面でのみ活躍する男ということもあって、ソロモン撤退戦やアーボア空戦で少しでも連邦軍の数を減らすために奮闘したからこそあの撃墜数を誇っているのだと推察できます。またシャアに関しては一時期謹慎中もあったので、そこでも差がついている理由ですね。以上がアナベルガトーおよびリックドム RS の解説考察でした。ジオン屈指の武人アナベルガトー、実は誰よりもジオンに忠義を尽くした男だったんですね。その戦闘スタイルも理にかなっており、オールドタイプな一度は真似したい戦闘スタイルです。というかオールドタイプの理想の戦闘スタイルですね。皆さんは師匠にするなら後ろにも目をつけろなアムロですか、それともオールドタイプ理想の戦闘スタイルであるアナベルガトーですか。よければコメントで教えてくださいね。このチャンネルではガンダムを含めた様々な SF 作品の解説考察を発信しています。もしよろしければ画面上のチャンネル登録ボタンを押してみてください。ソロモン撤退戦でジオン撤退グループのおとりになれますよ。それでは奥深き SF の世界で次回